妹呪い。今回はこちらのゲームをやっていきましょう。よろしくお願いいたします。なんか大好きな妹となんかするゲームらしいんですけど、ただなんかこのゲームの概要欄に、だけど妹はあと少しで…てん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 って書かれてたんで、多分知りますね。はい、行きましょう。知らなかったら逆にすごいよ。俺の名前は水筒明人。多分あだ名水筒だよね。ごく普通の男子高校生だ。俺には2つ年下の妹がいる。最初に言っておこう。俺は重度のシスコンだ。はい、妹のことが大好きなんだ。そうですか。はい、俺幼稚園時代、僕大きくなったら妹と喧嘩しちゃって。あら、明君ったら可愛い。妹思いのいいお姉ちゃんだね。あれで小学校ね。将来の夢、僕の夢は総理大臣になって妹と結婚できるように法律を変えることです。まあドン引きするだろうね。中学校はちょっとまともになってんじゃない。明人ってさ、気になる女子とかいねえの？はっ、悪いけど俺は妹一筋だぜ。もうこれもう末期ですね。うちの妹はその辺のアイドルよりも可愛いもんね。まあドン引きされるだろうね。まあ中学生でそれだからね。もうそろそろやべえよ。なあ、水筒ってなんか部活とかやらねえの？俺は授業が終わったらなるべく早く家に帰りたいんだ。家で可愛い妹が待ってるからね。だよね。もうお前毎日ドン引きされてね。ねえねえ、今日みんなでカラオケ行かない？お、いいね、行こう行こう。あ、水筒くんもたまには一緒にどう？カラオケ？うちの妹も一緒に連れて行っていいなら行くけど。え、なんでそこで妹？水筒くんってなんかキモいね。今更？なぜだろう。この頃からあまり友達ができなくなる。いや、なぜだろうじゃないよ。大体考えればわかるよ。少し考えればわかることだと思うけどね。現在、そんな俺も今では高校3年生。これまでの人生の中で何度もキモいと言われたけど、俺は全くブレなかったぞ。小さい頃からずっと俺は妹のことが大好きなんだ。はい、頑張ってください。これからも一生。部活？恋愛？友達付き合い？そんなものいつか終わりが来る仮初めのものに過ぎないだろう。俺が妹のお兄ちゃんであることは永遠に揺るがない事実なのさ。俺も妹欲しいな。妹今からできないかなって思ったけど、多分無理だから、ちょっと普通になんか妄想とかで済まそう。俺にとって一番大事なものは妹と過ごす安らかな時間なんだ。だから学校なんて仕方なく行ってるだけさ。できるだけ遅く登校して、できるだけ早く帰宅するのさ。もう本当にこれ重度の、いや重度どころじゃないよね。もうなんかレベル30ぐらいがもう重度のシスコンだとしたら、こいつレベル128ぐらいだよね。さあ今日も早く家に帰ろう。俺の大好きな妹が待ってる。これで妹がマジで死んじゃったりしたら、こいつ多分世界滅ぼすよね。いいえ。さゆー、ただいま。俺もこれ好きなる。俺もすぐに帰るよ。これだったら俺すぐに学校行って、すぐ帰ってきて、すぐこの子と抱きしめる。この子を妹でも。え、お兄さん、おかえりなさい。声が残念だけどね。これが俺の妹、さゆり。俺と同じ親から生まれたとは思えないパーフェクト妹だ。俺は親しみを込めてさゆと呼んでいる。聞いてくれよ、さゆ。今日学校でさ、俺は今日学校で起こったことを順番にさゆに話し始める。これが俺とさゆの日課。話のネタになるようなことは何でもさゆに話す。それね、それからどうしたの？お兄さん、お兄さん。さゆはいつも優しく俺の話に相槌を打ってくれる。多分ほとんど全部聞き流してると思うよ。本当に聞き上手な妹だ。あ、それで廊下でプロレスごっこしてた連中は職員室に呼び出されてな。俺は毎日この時間に幸せを感じている。学校での出来事はくだらないけど、こうやってさゆに話すことで価値ある思い出に変わる気がするんだ。今まで何年もずっとこんな毎日を続けてきた。話す俺、聞くさゆ。あっという間に過ぎる時間、俺はこの時間がこれから先もずっと続いてほしいと思っている。なんかでもこの子が後々どうなるか大体想像つく。ある日。なあ、聞いてくれよさゆ。今日英語の小テストがあったんだけど、完全に山が外れてさ。
単語とか全滅だった。もしかしたら俺最低数になるかもしれない。へえ、兄さんもっとちゃんと勉強しないとダメだよ。え、終わり？またある日、はい、あ、日常的なね、なんか とつもない悲劇が起こる日なのかと思ったらそうでもなかった。はあ、疲れた。今日は体育の授業マラソンだったんだよ。ほんときつかったぜ。あの、秋人くん一つ言っていい？多分さゆりちゃんこの話全然面白くないと思ってか、最近の話多分全部つまんないと思ってる。全部聞き流してると思うよ。兄さんは運動が苦手だもんね。そうだよ、俺は小学校からずっと帰宅部だから、家から学校まで往復するスプーランスためさしかないさ。ないそれなのに、いきなり 1500m も走らせるなんて、あの体育師教師俺を殺す気かよ。兄さん、少しは体を鍛えた方がいいんじゃない？って言われたらすぐ鍛えるんだろ。またまたある日。なんか秋人くん幸せだね。聞いてくれよ、左右。なんか今日うちのクラスに転校生が来たんだ。へえ、こんな時期に転校してくるなんて珍しいね。ねえねえ、どんな人？男子？女子？折原さんっていう女の子だよ。確か身長は左右よりも高い。そんで髪の毛は左右よりも短かったと思う。全部さゆちゃんと比べるね。ねえ兄さん、なんで全部私を基準にするの？それはね、君のことがライブ I love you あのパスタだって。俺左右以外の人間に興味がないからな。うん、左右には本当に何でも話す。なんか一日こうやって必ず一回は話しかけるんでしょ。さゆちゃんどっか出かけたりして話すことなかったらこいつも死にそうだよね。なんか自殺しそうじゃない？いつだって俺の話に優しく耳を傾けてくれるから。うん。何？うちの妹は呪い。はっきり言って、あ、呪いね。あ、呪いじゃなくて呪いのね。はっきり言ってどんくさい。さゆは生まれつき体が少し弱かっただよね。なんか想像ついてたよ。それが原因で動作の一つ一つが機敏ではなく、幼い頃はよく同級生からいじめられていた。よーい、ノリマネちゃうれ。お前なんて俺がこの仲間になってやらないもんね。ウェーン。そんな時いつも決まって俺が助けに入った。おい、これうちの妹をいじめられたぶち殺すぞクソガキどもが。お兄ちゃん、うわ、またさゆりの兄ちゃんかよ。お前はこの前幼稚園を卒園しただろ。ザロ、なんでここにいるんだよ。黙れ、さゆり意地悪する奴はマジでぶち殺すぞ。くそ、行こうぜさゆりの兄ちゃん、気持ち悪い。あ、そうだな。その頃から俺は兄としてさゆは俺が守ると心に決めていた。秋人くん、どうせそんなところね、小学校はどうしたの？学校なんて行ってられないよ。僕は生のことが心配なんだ。私はあなたの将来の方が心配だわ。俺は周りの大人に何を言われようか気に留めなかった。まったく弱虫だな、さゆは。ごめんね、お兄ちゃん。ほら、もう泣くな。これをやるから。え？手榴弾。それはおもちゃの指輪。俺が10円玉を12枚集めて買った指輪。120円。ああ。これ、指輪？そうだ。さゆにくれるの？うん。指輪が特別な約束の証であることは当時の俺でも知っていた。だから単なるおまじないのつもりだったんだ。これは僕たち兄弟がいつも一緒だっていう印だ。この指輪がある限り、お兄ちゃんはずっとさゆの近くにいる。必ずさゆのことを守ってやるからな。でもお前は無知な子供の頃だからこそできた恥ずかしい約束だ。え、さゆも、お兄ちゃんとずっと一緒にいるよ。ありがとう、お兄ちゃん。そしてさゆは嬉しそうにおもちゃの指輪を左手の薬指にはめた。きっと母親がその指に指輪をはめていたのを思い出して真似をしたんだろうと思う。ちっちゃい頃にあったね、なんか、ね、はい、おかずね。さゆの指には今でもあの時俺が渡したおもちゃの指輪がある。あ、本当だ、つけてる。へえ、なんかかわいい。はい、すみません、何かがああしてこうなりました。成長するにつれてきつくなる指輪をフリーサイズの金属部分を無理やり伸ばしてまでさゆは未だに指を身にはめてる。ねえ兄さん、それで席替えはどうなったんだ？あ、残念ながら窓際の席は逃した。
最悪のことに教団の真正面の席になっちゃったよ。うわー、それじゃこれから授業中に眠りできないね。まったくだ、本当についてないぜ。ああ、それとこの前転校してきた折原さんと隣の席になった。へえ、なんか新しい教科書がまだ来てないからって何度か机をくっつけて教科書を見せてやることになった。ふーん、そうなんだ。兄さん、なんかちょっと嬉しそうだね。え、なんでだよ、別にそんなことないぞ。多分可愛いんだろうね。そうかな。クラスの女子のことなんて興味ないぞ。お兄ちゃんずっと左右一筋だからね。わ、なんかこのさゆりちゃんもなんか分かってるんだろうね。多分もう自分の命がもうすぐで終わるみたいな感じのやつ。数日後、聞いてくれよさゆ、なんか今日さ、転校生の折原さんとメアド交換することになったんだ。お前絶対嬉しいでしょ。てか折原さん絶対気があるでしょ。へえ、よかったね兄さん。それだけの日々。さらに数日後、あれなんか付き合うことになったとかじゃないよね。聞いてくれよさゆ、なんか成り行きで明日の土曜日クラスの何人かと一緒に遊びに行くことになった。あれ、今まで断ってたのに今回行くことにしたの。ふーん、断ろうと思ったけどいろいろ事情があって断れなかったんだ。あれれれれれ、ごめんな、せっかくの土曜日なのに家にいられなくて。別にいいじゃない、兄さんもたまにはクラスの人たちと遊びに行った方がいいと思うよ。うん、ありがとう。それで相談なんだけどさ、俺どんな服を着ていけばいいと思う。え、兄さんどうしてそんなこと気にするの。折原さんが出てくるよ多分。一応メンバーの中に女子もいるし、折原さんも来るんだ。ほらもうね、このメンバーの中の女子っていう中のくくりから外れてるこの折原さんという存在感の強さね。だから変な格好で行くわけにはいかないだろ。ほらほらほら、ちょっと気があるよ。そうなんだ。赤のジャージか青のジャージか、それとも紫のジャージか。お前もう行くな、やめろやめろ。うお、どれを着ていけばいいんだ。俺ファッションなんて全然わかんねえ。とりあえずジャージから離れようよ。けど俺、私服はジャージと T シャツくらいしか持ってないんだよ。今まで家で過ごす以外のことは全然考えてなかったからさ。じゃあいっそ制服着ていったらジャージよりはマシだと思うよ。確かに、制服デート的なね。うん、そんな制服デート知らずに全員くたばっちまえばいいのに。聞いてくれよさゆ、なんか今度折原さんと二人だけで水族館に行くことになった。なんだよてめえ、おい、何てめえ普通にリア充になろうとしてんだよ。こんな可愛い妹もいて、さらに彼女もできそうなパターンのやつですか。お前ずるいぞそれは。え、いや、なんていうか話の流れでさ、ほら折原さんは転校してきて間もないだろ。だから俺がこの町のいろんな場所を案内してあげることになったんだよ。あれれれれれれ、これさゆりちゃんがちょっと嫉妬してくるんじゃないですか。兄さん、なんか最近の兄さんって折原さんの話ばっかりだね。え、そんなことはないぞ。俺はあいつらって妹大地のマイホームお兄ちゃんだぞ。あー、ちょっとつまんない顔しますね。ずっと変わらない顔してるけど、うん、でも可愛いから許してば。てか絶対こっちの可愛いよね。またまた数日後入らせるんで、なんか全然すごい喋るね俺。うん、ちょっと黙ります。助けてくれさゆ。ん、何かあったの兄さん。原因はよくわからないけど、なんか俺折原さんを怒らしちゃったみたいなんだ。あ、え、あー、どうしよう、折原さんに嫌われた。もう何もかも終わりだ。それだけ。さらにそうする。あ、これなんかどうなるんだろう。聞いてくれさゆ、今日折原さんと仲直りできた。ありがとう、さゆのアドバイスのおかげだ。そう、よかったね兄さん。あ、これ多分次告白される。俺も BGM がもう気に入ってしまいました。もうそれから1ヶ月後の金曜日って結構日にちが経ちましたね。へーい、さゆちょっと大事な話があるんだ、聞いてくれないか。兄さん、何かあったの。今日俺折原さんに告られた。好きです、付き合ってくださいって。返事は月曜日に、あ、学校で会った時でいいって言われたんだけど、俺正直どう答えていいかわからないんだ。なあさゆ、俺はどうすればいいと思う。どうするの。
よかったね、兄さん。兄さん、ずっと折原さんのこと気になってたんでしょ。それは。だって最近の兄さん、折原さんの話ばっかりしてたじゃない。喧嘩した時は死にそうなくらい落ち込んでたし。兄さんは折原さんのことが好きなんでしょ。てか、その折原さん一回でもいいから見して。なんとなく気づいてはいた。俺の中に今までとは違う新しい自分が生まれ始めていることに、流行のファッションに興味を持ち始めた。服装や髪型に気を使うようになった。折原さんにかっこよく見られたいと思い始めた。サヨに対する感情とは違う別の種類の好きという感情。ちゃんとそういう別の感情があったんだね。それが俺の中に芽生え始めていた。そうだな、俺は折原さんのこと好きだと思う。まだ不確かな初恋の感覚、恐怖心や焦りを含んだ切ない温かさ。そっか、じゃあ付き合っちゃうなよ。折原さんいい人なんでしょ。あ、いい人だと思う。そして可愛いし、俺と話も合う。私のことは気にしなくていいんだよ、兄さん。さゆ、兄さんにちゃんと好きな人ができたんなら、私はもう卒業するから。ん？え？さゆが言った卒業という言葉、それが俺の胸へと突き刺さる。それは学校を卒業するという意味ではない、この世界を卒業するということだ。あれ？なんかこれちょっと分かってきてしまった気がする。ずっと目を背けてきた現実がある。記憶から消してきた事実がある。うちの妹は呪い。はっきり言ってどんくさい。成長しても左右の呪さは変わらなかった。そしてその呪さが災いした。約4ヶ月前、俺がまだ高2の頃、中学校の卒業式を数日前に控えたその日に、左右は交通事故に遭った。信号無視、飲酒運転、クズ、正面衝突、被害者は即死。え、俺の妹水藤さゆりは中学校を卒業することなく、その生涯は終えたはずだった。え、はず。さゆ、どうしてなんだよ。一緒に同じ高校行こうって約束しただろう。うわー、こんな残酷な仕打ちに重度の失婚である俺が耐えられるわけはなかった。俺は最愛の妹を失ったことで心が壊れてしまった。学校に行けない、家の外に出られない、食事も喉を通らない、全く眠れない、そんな日々がしばらく続いた。俺の中で全てが崩壊してしまっていた。でもそうやって悲しみと絶望の日々を過ごしていたある日、抜け殻になっていた俺の前に死んだはずのサユが現れた。サユ？サユなのか？お前どうして？兄さん、私、兄さんのことが心配で成仏できなかったみたい。え？小さい頃約束したでしょ？この指輪がある限り、私はずっと兄さんの近くにいるんだよ。あっ！あっ！サユの薬指の指輪が残酷に光った。それは呪い。幼い頃のおまじないのつもりが、いつの間にか妹を縛る呪いになってしまっていた。あ、そういうこと。俺はなんて愚かな約束をしてしまったんだろう。妹を守るつもりだったのに、結局妹に依存して執着して、妹の未練そのものになってしまっている。ねえ兄さん、私、兄さんが私なしでも大丈夫になるまで兄さんの近くにいるよ。サユ、兄さんにちゃんと恋人ができるまでこの世界に留年することにする。え、なんていういい妹。幽霊になったサユの姿は俺以外の人間には見えなかった。だから俺はずっと他の家族にも話さずにいた。あ、そうなのね。へえ、そういうことなんだ。そしていつしか自分自身でも忘れようとしていたんだ。左右がもう死んでいることを。兄さん、兄さんと折原さんは両思いなんでしょ。だったらもう付き合っちゃいなよ。
今の兄さんはあの頃の兄さんとは違う。私がいなくなってもきっと大丈夫だと思う。ねえ兄さん、私もう卒業してもいいよね。さゆ、卒業、それは幽霊であるさゆが成仏することを意味する。そうなれば俺たちはもう一緒にはいられなくなる。俺は、あ、ここで選択肢、多分一つしかないよね、この心共有選択肢。一応セーブします。これはな、一回解こうか。分かったよさゆ、俺折原さんと付き合うことにする。だからお前は卒業しろ。で、次の日振られたらどうするんだよ。俺はもうお前なしでも大丈夫だと思うから。うん、ありがとう兄さん。さゆは少し切なげに、でもとても嬉しそうに笑った。だけどお前が卒業する前に一つだけ俺の頼みを聞いてくれないか。え、何兄さん。最後くらい俺に兄貴らしいことをさせてくれ。さゆの行きたい場所、したいこと、何でもいい。好きなだけ俺にわがままを言ってくれ。できる限り俺が叶えてやるから。兄さん、このままここでさゆと別れるのは辛いから、俺はなるべく時間を稼ごうとしている。そっか、分かったよ。じゃあ兄さん、明日私を遊園地に連れて行って。遊園地、そんなことでいいのか。うん、私生きてる間は体が弱くてあんまり外で遊べなかったから、そういう場所に憧れてるんだ。そっか、思わずクスッと笑ってしまいそうになる。最後のわがままにしては随分年相応で可愛い願い事だ。わかった、それなら明日は二人で遊園地に行こう。やった、ありがとう兄さん。他には何か俺に叶えてほしいことはないか。私は兄さんと一日楽しい時間が過ごせればそれで十分だよ。サイ、もっといろいろわがまま言ってくれよ。最後なんだからさ。それが終わったら私はこの世界を卒業するから。楽しみだな遊園地。でもさ、これ外で普通に2人で行くって言ってるけど、他からすればさ、ね、一人ぼっちなんだよね。すっごい怖いよ。わーい、乗り物がいっぱいだね。サユの姿は俺以外には見えない。だから遊園地のチケット代は一人分で済んだ。見て見て兄さん、あっちに面白そうなのがあるよ。サユ、あんまりはしゃぎすぎて迷子になるなよ。わかってるよ、ほら早く行こう。うわー、なんかでも悲しい。なあサユ、どうしたの兄さん。お兄ちゃんは昔から高いところが苦手なんだ。だからこういう絶叫系のアトラクションはデギーや。楽しい。あー、なんか幸せだね。せっかく面白かった。死ぬかと思った。さより先にお兄ちゃんがこの世界を卒業しちゃうところだったさ。もう兄さんは大げさなんだから。こうしてると今日が最後なんて思えないな。休日に遊園地に遊びに来た普通の兄弟にしか見えないはずだ。もっとも周りの人にはさゆが見えてないんだけど。じゃあずっと独り言喋ってるに見えるでしょ、周りから。ねえ兄さん、次はあっちに行ってみようよ。はいはい。ああ、楽しい一日が。こうして俺はさゆと遊園地での時間を楽しんだ。ジェットコースター、サイクロンコースター、トルネードコースター、全部コースター。なんかそんな名前の絶叫マシンばかりいくつも乗ったな。うん、死ぬんじゃない普通に。ねえ兄さん、せっかくだからなんかお土産買っていこうよ。ほら、このキーホルダーかわいいよ。折原さんにプレゼントしたらきっと喜ばれるよ。あ、ああ、何でも好きなものを買え、金は全部俺が出す。やった、ありがとう兄さん。そろそろさよならじゃない。ね、兄さん、あっちの橋まで競争しようよ。おい、走ると危ないぞ。大丈夫だよ、ほらやろうよ競争。負けた方が罰ゲームだよ。分かった、付き合ってやるよ。じゃあ行くよ、よーい、ドン。待て、左右。お兄ちゃんから逃げられると思って
逃げられてるね。しまった、俺スタミナが全然ないんだった。え、さゆりちゃんどこ行ったの？じゃあ楽しい時間だった、とても楽しい時間だった。でも時間は容赦なく過ぎていき、いつの間にか空はオレンジ色に染まっていた。さよならの時間じゃないですか。どこ？ここ。よし、到着。結構街中から遠いよね、この場所。なあ、さゆ、なんでわざわざこんな何もない場所に来たんだよ。それは、兄さんならどうしてか分かってるんじゃない？俺はこの場所を知っている。この草原をまっすぐ進むと、その先には墓地がある。そしてそこに、水筒家の墓、つまりさゆの墓がある。さゆ、本当にもう行っちゃうのか？うん。ありがとね、兄さん。今日一日すっごく楽しかったよ。大切な思い出、たくさんできたよ。さゆ、こんな短い時間でできることなんて限られている。なあ、他の道はないのか？さゆがこのままこっちの世界にいることはできないのかよ。もっと兄として、さゆにいろんなことをしてやりたい。ダメだよ、兄さん。このまま私がいつまでも成仏できずにとどまれば、兄さんもきっと悪いことが起こる。そんなの別に俺は構わないよ。可愛い妹のためだ。どんな痛みや恐怖にだって耐えてやるさ。兄さん、あはは、優しいね、兄さんは。でもやっぱり私はもう卒業するべきなんだよ。それが兄さんと私のためなんだよ。さゆ。夕日が辺りを照らしている。もう終わりが近い。さゆの表情からそれが感じ取れる。ねえ兄さん。どうしたさゆ。折原さんのこと大事にしてあげてね。うん、うまくいくかわからないけど、できる限り頑張ってみるよ。私応援するからね、二人のこと。ありがとう。こんな時兄貴として何と言ってやったらいい？最後まで自分のことを心配してくれてる妹にどんな言葉をかけてやればいい？あのさ、さゆ。ん？お前がこの世界を無事に卒業したら、その時はもう俺のことなんか気にしないで自分の幸せを見つけるんだぞ。兄さん。もううざいシスコン兄貴は近くにいないんだ。誰かに遠慮する必要なんてないんだぞ。分かったよ。向こうに行ったら兄さんよりイケメンで、兄さんより背が高くて、兄さんより頭のいい人を見つけるね。ははは、そうしろ。きっと俺よりいい男がたくさんいるぞ。幸せになれ、さゆ。うん。じゃあ私はそろそろ行くね。さゆが自分の薬指から指輪を外し始める。そして世界が白く染まり始める。ああ、ここは境目の世界なんだろうか、それとも俺が見ている夢なんだろうか、さゆが見ている走馬灯なんだろうか。さゆの後ろに大きな扉が現れる。あの先に行けばもうこちらに戻ってくることはできないのだろう。兄さん、ありがとう。私幸せだった。兄さんの妹で幸せだった。サイはおもちゃの指輪を外して俺に差し出す。終わり。呪いの終わり。約束の終わり。そして奇跡の終わり。俺はサイからおもちゃの指輪を受け取り、強く握りしめる。扉が開く。サイは光の中へと歩いていく。サイ、サイ、呪かったサイ、泣き虫だったサイ、運動が苦手だったさゆ、いつだって俺の話を聞いてくれたさゆ、俺の大切な妹さゆ、すべての思い出が雪のように俺の前に降り注ぐさゆ、さゆが言ってしまうさゆ、俺は選択を間違えたのか。こうなるって分かってたはずだろ。さゆと離れることになるって分かってたはずだろ。さゆ、それでも
左右の幸せを願うことが俺の役割だから。俺は左右に向かって叫ぶ。行け左右、そのまま進め。お前は呪いけど俺の自慢の妹だ。今度こそちゃんと卒業しろよ。左右は一歩ずつ進んでいく。一歩ずつ登っていく。扉の向こうへ、その向こう側の世界へ。ああ、この短時間の間に俺何回左右って言ったんだろう。そしてやがて完全に姿が見えなくなった。次の瞬間、俺は現実世界に引き戻される。左右、俺は眠っていたんだろうか、夢を見ていたんだろうか。その時、俺は自分の手の温かい感覚に気がつく。それは指輪、おもちゃの指輪。左右がずっと大事にしていた呪いの指輪だ。その指輪にわずかに左右のぬくもりが残っていた。左右、左右。俺はそのまま地面に崩れ落ちる。一瞬全てを投げ出してしまいたい衝動に駆られる。でも左右にまた心配をかけるわけにはいかないから、そこで拳を強く握りしめて立ち上がる。大丈夫だ、俺はもう大丈夫だ。うおー、左右、聞こえるか。俺は夕焼け空に向かって左右に聞こえるくらい大きな声で叫ぶ。お兄ちゃんもう大丈夫だぞ。ありがとう、ありがとう左右。終わった。これでようやく終わった。俺の妹さゆりの卒業式が今ここでようやく終わった。おー、はい、数週間後まだ続くんですね。あ、これ多分折原さんとじゃない？ねえ、明人、次はどのアクタクションで行く？そうだな。じゃあサイクロンコースターなんてどう？え、何それ、どんなやつ？何度も急斜面を登ったり降りたりする絶叫マシンだよ。俺はあまり得じゃないけど、折原さんそういうの好きだろ？うん、いいね。じゃあ次はそれなら。あれから少しだけ時が流れた。俺は左右との約束通り、折原さんと正式に付き合い始めた。っていうか、明人ってここの遊園地に詳しいんだね。前に誰かと一緒に来たことあるの？ああ、昔妹と二人で来たことがあるんだ。左右との思い出は今でも色褪せることはない。俺は左右の指輪にチェーンを通し、首から下げてお守りにしている。妹と二人だけで遊園地とか、明人って本当にシスコンだよね。そういう折原さんこそ自分のお兄さんのことが大好きなくせに。今はそんな話関係ないでしょ。折原さんには大学生の兄上がいるらしく、彼女は断るごとにその兄上のことを口にする。シスコンとプラコン、そう、俺たちは似た者同士でくっついたのだ。でも明人のシスコンは恋人の私でも焼けるレベルだよ。どんだけ妹さんのことが好きなの？はっはっは、それはまあ大好きさ。だって俺の妹のさゆりは俺にとって世界で一番の妹だからな。そう、俺はシスコン。俺はこれからも永遠にさゆの兄貴だ。フィン。いいお話でした。たださゆりちゃんのセリフを読むたびに俺の喉がどんどん潰れされていきましたね。てか、あともう一つエンディングがあるんだったね。さゆと一緒に行ったい。ダメだ、さゆ、俺はお前と離れるなんて嫌だ。兄さん、ちょっと待って、普通にもう裏声つかないでいいですか。誰かを好きになることが左右と別れる結果を招くんなら、俺はもう誰も好きにならない。左右は寂しそうな顔してうつむく。ごめんな左右、俺はまだ弱いんだ。お前なしで生きられるほど強くなってないんだ。そっか、仕方ないな。じゃあもう少しの間だけ兄さんの近くにいてあげるよ。左右は少しで悲しげな表情のまま笑った。え、本当は行きたいの？そっちに、そっちの世界の方に行きたいのね。え、そうなの？それから数日後、なんか俺ちょっと声おかしくなってきてませんか？やっぱり自宅最高。家で左右と話してるのが一番落ち着くな。え、折原さんどうなったの？
俺は折原さんからの告白を断り、以前のシスコン大魔王に戻った。ああ、そっちになるんだ。ああ、なるほどね。さらにその数日後、なんか勝手に指輪取ってそのまま成仏しそうじゃないこの子。ああ、友達付き合いでだるいよな。ついでに服装とか髪型とか気を使うのもめんどくさい。なんかもうそういうのどうでもいいわ。あ、やばい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 、見放されるぞ。これやばいよ。またまた数日後。あ、やばい。ただいま。聞いてくれよ、さゆ。今日学校でさ。俺とさゆの日常はこれからもずっと続いていく。それは一種の呪いだ。永遠に続くと偽装した、変わることのない停滞した毎日だ。それでも俺は、さゆと共にいることを選んだ。え、これある意味バッドエンド？あ、またわかった。そのさらに数日後。さあ、今日も早く家に帰ろう。俺の大好きな妹が待ってる。あ、嫌な予感する。俺はいつもの通学路を林で歩く。最短ルートでの帰宅を成功させるために。しかし俺は異様な気配に気づく。一台の車がこっちに向かって猛スピードで突っ込んでくる。え、信号無視、暴走。このまま行けば回避不能だ。ああ、そういえばここはさゆが事故に遭った交差点だったな。そうか、今まで気づかなかったけど、呪いは俺の方にも影響があったのか。うん、やっぱそうだったんだ。あったんだね、影響ね。俺とさゆ双方が相手に引っ張られる関係にあったんだ。きっと俺がいつまでもさゆを引き止めているから、向こうが運命が向こうから迎えに来たのだろう。そして俺はこのままこの交差点でさゆと同じ結末を迎えることに。でもまあいいか。これで俺たち兄弟はこれからもずっと一緒なんだから。あれれ？え、待って、ねえ、待って、なんでこっち後に見たの俺。ねえ、え、俺アホ？あ、いや、あ、あ、まあでも、あ、やっちまった。